こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。アレルギーの主役 IgE のお話です。体に入った異物は T 細胞が認識して免疫反応が始まります。ヘルパー T 細胞は抗体を作るように働き、サプレッサー T 細胞は抗体産生を抑制するように働きます。このバランスがうまくいけば体を守り免疫として作用し、マイナスに働けばアレルギー症状を起こすのです。ヘルパー T 細胞がサイトカインを作って B 細胞に働きかけると、 B 細胞は IgE 抗体を作り始め、アレルギーを起こすようになるのです。 IgE は体内にある肥満細胞や血液中の抗炎気球と結合して、ヒスタミンなどの強いアミン化合物を分泌させて、さまざまなアレルギーの症状を起こすわけです。IgE 抗体は、最も多い抗体である IgG 抗体の1万分の1の量しかないのに、激しい反応を起こし、時にはアナフィラキシーショックで死に至らせることもあるのです。もともと IgE 抗体は、寄生虫感染用に体が用意したものですが、寄生虫がほとんどいなくなってしまった今、攻撃の矛先が自分に向けられるようになったのだと考えられます。ところで IgG 抗体はもっぱら細菌などの侵入によって大量に作られますが、IgG がたくさん作られると IgE の産生は抑制されます。つまり体が細菌と戦っている間は IgE はあまり作られないのです。しかし衛生的で抗生物質が使われるようになった体は、細菌とも戦う必要がなくなり、IgE の産生を抑え込むことができなくなって、アレルギーに悩まされるようになったと言えるのです。では、本日の話はこれで終わります。